船長がすごい甘えん坊な気持ちの時があって、先輩はそうないっすか？ありますけど。あやめ、恥ずかしがるなよ。ささやくな。心を解放してごらん。ささやくな。どんな声が好き？あやめ先輩。俺が出してやるよ。嘘じゃん。待って、どんな声が好き？でも低めの声が好きかもしれない。そうなんだね。そうなんだ。低めの声が好きなんだね。さっさと寝ろ。次 なんでそう冷たいこと言うんですさっさと寝てくれ。君たち助けてよ。あの先輩は塩対応で、なんか会話が弾むトークテーマありますか？抱きつけだって。あの先輩抱きつけだって。あの先輩？あの先輩？あの先輩？しょうがねえなぁ。赴くか、自分から。よーくなよ。はい。どんな気持ち？あ、でもあったかい。鎖骨気持ちいい？鎖骨気持ちいい？あやめ先輩。気持ちいい？どう？気持ちいい？ねえ、どう？気持ちいいくなったらやめてあげる。何のセクハラしか脳がないから許してね。嫌だった？ちょっと気持ちかった。ごめんなさい。無理。ごめんなさい。無理。もうすいません。無理。もう無理なの？無視は許してくれる？無理。お願い許して。無理。無理？だってしょうがないじゃん。配信なんだからさ。配信だからやってあげたんだみたいな、やめて。船長だって、プライベートだったら、このあやみ先輩嫌がることなんて本当はしたくないですよ。そうですよ。なんか配信だからさ、あやみ先輩の普段を見せない表情を引き出さないとな、という使命感のもとやったんですよ。許してくれた？